これ取れてんのかな。取れてるか。いるか。あ、じゃあ모르겠다。이렇게하는게나을까요여러분皆さん。こういうかな、こうかな。こんにちは、こんばんはかな。もう僕たちは、僕たちというか僕は今日本に来ました。日本の今ホテルに着いて、今日一日スケジュールを終えてホテルに今来ました。とりあえずね、東京公演、あ、東京公演は明日なんですけど、今日は前日に入って、いろいろアベマさんだったり、ね、いろいろモデルプレイスさんだったり、いろいろお仕事を一緒にさせていただいて、TikTok ライブもねさせていただいて、そういう一日でした。で、最後はこうやってね、こんな素敵なホテルで一泊させていただけるということで、本当にありがとうございます。で、明日はみんなにも会えるということで、めちゃくちゃ気合い入ってるんですよ。多分今日はパックして寝ようかなと思っていて、パックしてやっぱり寝なきゃですよね。あ、ちょっと運動しよう。お菓子何があるのかな。わあ、しかも僕うまい棒のこれ明太子味でしょ。ハロウィン式。あ、コンポタージュだった。でもコンポタージュも大好きです。あとアンパンマングミ、キャベツ太郎、懐かしいですね。からのエビせん、カッパエビせん、マシュマロだ。まあ、俺マシュマロ大好きです。いちご大福マシュマロ。あとは飴かな、ジンジャーエールの飴。全部僕の大好きなやつですね。ありがとうございます、本当に。しかももうコンビニにも行きたいんですけど、お母さんも来てるということで、ちょっとね、綺麗にしとかないと。久々に、そう、久しぶりにお母さんに会うんですよ。皆さん、今からお母さんに会うので、お姉ちゃんも来るので楽しみにしてます。本当に2年20ヶ月ぶりぐらい、久しぶりだ。まあ、どういう感情かはちょっと不思議な感じなんですけど、一旦ベッドにダイブしたいと思います。TV 봐야지。よいしょ。え、に、え、テレビがでもつかない。あ、ついた、ついた、ついた、テレビついた。日本のテレビ、日本のテレビだよ。地上波ですよ、まず。あ、僕は日本人なので。皆さん、おはようございます。今日は東京公演の初日です。てかもう7時、8時集合なんですけど、7時49分、もう一口飲んでたよ。ああ、うまい。俺ずっと気になってたんですよね、韓国で。美味しい。準備しなくては。そういえば昨日お母さんとお姉ちゃんに本当に久しぶりに会ったんですけど、やっぱいいですね、家族に会って。ホテルの目の前まで来て一緒に会ってお話ししたんですけど、めちゃくちゃ良かったです。今日も公演来てくれるみたいなんで、家族のためにも、家族だったりファンの皆さんのためにもいいパフォーマンスできたらなと思ってます。あ、もうとにかく時間ないので行ってきます。おはようございます、和田です。昨日東京公演を終えて、お母さんと一緒にご飯食べたり、一緒に話したり、お姉ちゃんとも会ったりして、
それからの朝です。で、僕たちの北海道に行く札幌に行く時間が2時なんですけど、10時40分ホテル出発なんで、10時40分まで自由時間なんですよ。1時間ぐらいなので、ちょっと外に出たいと思います。やっぱり東京に来たので、せっかくなので外に出たいと思います。行ってきます。はい、外にやってきました。今ホテルの外なんですけど、どこかわからないですよ、正直。僕もそんな東京詳しくないんで。でもなんかね、このお家の感じとかさ、建物の感じがやっぱり韓国とはやっぱ全然違うんで、あ、日本に帰ってきたなって思いますね。涼しい、しようねや。なんか日本語でこうやってカメラ持って外に出るのは結構恥ずかしいですね。こっちなんか川があるってなんか見えたんで、ちょっと川がすぐ目の前にあるんですよ、ホテルの横に。ちょっと川見ていきたい。おお、川だ川だ。何の川だろう、歩けんのかな。あ、でもあれなんか違うか、通せんぼされてる。でこういうさ、建物とかがさ、日本って感じ。あとベランダに洗濯物を干してるのが、あ、日本だって感じしますね。はーい、日本に本当に帰ってきましたよ、皆さん。東京公演終わってこうやって動画をたくさん撮り始めてるんですけど、ね、昨日の東京公演は正直大成功でした。皆さんがもう本当に温かく応援してくれたおかげで、めちゃくちゃテンション上げ、爆上げで楽しくパフォーマンスすることができました。成長した姿を見せられたかなとも思っているので、どうでしょうか、青春スター時代と、まあそれを過ぎた後のカズタ、そしてエンサイン、そしてトップセブンのみんなはどうだったでしょうか。噛んじゃった。でも韓国じゃない、こっちか、東京は今何度なんだろう。結構涼しいですね。でも今から今日札幌に行くんですよ、後で。ってなると札幌結構寒いってファンの皆さんが言ってたので、僕ダウンジャケット持ってきたんですよ。つけた方がいいですよね、絶対。実はそのダウンジャケットは、あの青春スタイルでしたロビンからダウンジャケットを借りました。急遽軽めに着れるダウンジャケットがないかなって思って、なんか探してたらロビンが持ってるよって言ってくれてたんで、ロビンからダウンジャケット借りて持ってきました。こんばんは、ロビナ、チャルスッケノーマウムカチナヌンノーマウムカチイルボネカッコワッタゴオンジャアイシロビンへのメッセージでした。ねえ、てかさ、本当にこの自販機がさ、あれ自販機どこ行った、こっち自販機あるじゃないですか、皆さん。自販機が本当に、わし、日本。僕今日本います。どうですかっていう感じになりますね。みんなに自販機見せても、みんなはいつもそれが当たり前だから、ね。自販機で喜んでる僕を見て喜んでください、皆さん。あとね、日本に帰ってきて思ったこと、道が逆なんですよ、韓国と。だからそれだけでも、ああ、日本帰ってきたって思いますね。あと電車が上にあるのと、電車が地下じゃない。韓国はあの地下鉄なんで地下にあるんですよ。電車がの上にあったり、普通に外走ってたりするのを見ると日本っぽいなと思います。はい、皆さんこんにちは、カズタです。今みんなでご飯を食べに来ています。おはよう、おはよう。トーリーまたこの3人ですね。いつもなんか分からないですけど、この3人で集まる。で、この反対側には他の4人がいます。イエーイ。さあ、뭐먹어、뭐시켰어、된장찌개요、된장찌개、곰탕、곰탕。ここ韓国料理なんですよ、韓国料理屋さん。
우리는뭐시켰지우리는一緒に一緒に食べる食べる食べる곱창곱창같은거곱창전골곱창전골곱창전골호르몬나베요곱창자다먹인맛입니다저희는지금부터지금밥먹었고요아고한食べたんですけど今から버스에乗って羽田空港から札幌に行きたいと思います札幌イエーイバ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 イ東京またね消毒液などをご利用いただき手指の消毒の徹底をお願いいたします